クリストファー・ドリエ・リーブはアメリカ合衆国の俳優、映画監督、小説家で大学教授の父・フランクリン・ドリエ・リーブとジャーナリストの母・バーバラ・ピットニーの息子としてニューヨーク州パウンドリッジに生まれた。1974年にコーネル大学を卒業して文学史の学位を取得した後、ジョン・ハウスマンの指導するジュリアード音楽院に入学した。 ブロードウェイの舞台やテレビのソープオペラ、ラブ・オブ・ライフに出演した後、1978年にリチャード・ドナー監督の映画、スーパーマンで主人公のクラーク・ケント役に抜擢され、その後に制作された3本の続編にも主演した。1980年にはタイムトラベルロマンス作品、ある日どこかで、で、JNC も後共演した。 1995年5月27日、バージニア州シャーロッツビルで乗馬競争中に落馬し、脊髄損傷を起こして首から舌が麻痺した。そのため映画界から離れ、リハビリテーションに専念する。また、妻のディナと共にニュージャージー州ショートヒルでクリストファーディナリーブ麻痺資源センターを開設し、体の麻痺に苦しむ人たちに対して、より独立して、 生きるよう指導した。ちなみに、落馬事故前に主演した最後の作品は、光る目である。以後は、車椅子での生活を余儀なくされるも、1996年の第68回アカデミー賞受賞式に、プレゼンターとして姿を見せ、出席者からは、スタンディングオベーションが送られた。1997年には、HIV 感染者を主人公としたテレビ映画、 フォーエバーライフ旅立ちの朝で、監督業に進出し、同作で、息子のウィル・リーブを俳優デビューさせている。1997年にナレーションを務めた、ドキュメンタリー番組、Without Pity, A Film About Abilities で、エミー賞情報スペシャル部門作品賞を受賞し、1999年には、自伝、車椅子のヒーローアの名俳優、クリストファー・リーブが綴る。 障害との戦いの朗読アルバムでグラミー賞最優秀スポークンワードアルバム賞を受賞する。これを機に俳優活動を本格的に再開し、1999年にはテレビ映画裏窓マドを制作するとともに車椅子に乗った主人公を自ら演じた。さらに2003年から2004年にかけて連続テレビドラマヤングスーパーマンに出演し、 若き日のクラーク・ケントに、蘇生の手がかりを与えるバージルスワン博士役を演じた。2004年5月には、アテネオリンピックのコマーシャルにも出演したが、10月9日に、自宅で心不全を起こして、渾水状態となり、翌10日に、ニューヨーク州のノーザンウェストチェスター病院で死去した。52歳だった。リーブの訃報に際して、スーパーマンシリーズで共演したジーン・ハックマンや、 マーゴットギダー、スザンナ・ヨークラは哀悼のコメントを発表した。なお、スーパーマンの父ジョエル役を演じた、マーロン・ブランドも、リーブに先立つこと3ヶ月前の2004年7月1日に、この世を去っている。生前、リーブはインタビューで、ヒーローとは、どのような存在かと問われることがあった。スーパーマンの映画撮影中は、先のことを考えずに勇気ある行動をとる人のことと、 答えていたが、落馬事故を起こした後は、どんな障害にあっても努力を惜しまず、耐え抜く強さを身につけていったごく普通の人と、答えている。身体障害者に対する持続的な支援活動が評価され、2003年には、メアリーウッタードラスカー公益事業賞を受賞した。ありがとうございます。